皆さんこんにちは、鹿島アントラーズ中田浩二です。今日はね、大型連休中ですけども、鹿島スタジアムまでお越しいただきありがとうございます。また清水エスパルスの皆さんも鹿島までありがとうございます。今日はね、いろんな催しやっていますけども、レジェンドトークショーということで、なかなか三尾の声は聞けないと思いますのでね、存分に皆さんに聞いていただければなと、短い時間ですけども楽しんでもらえればなと思います。ということで自己紹介お願いします。はじめまして。選手をありがとうございます。去年で選手終えました、小笠原です。いや、それはね、多分みんな知ってるから言わなくても大丈夫なんだけど、最後の挨拶スタジアムでするべきだとは思うんですけれども、ちょっと自分の勝手な都合で報告できずにすみません。今新たな道で頑張ってます。はい、ということでね、新たな道と言ってますけど、引退して3ヶ月ぐらいか経ったけど、今どんな感じなの？今はアントラーズのアカデミーアドバイザーというかっこいい名前いただきましたけど、そんな大したことじゃなく、何が仕事かっていうと、アントラーズアカデミーって言って、幼稚園生、小学生、中学生、高校生とアントラーズのトップチームを夢見て、頑張ってる子どもたちと一緒にプレーしながら、こうアントラーズってこういうチームだよとか、トップ上に行きたかったらこういうことしなきゃいけないよっていうような、少しアドバイスをしていくっていうような仕事を今してます。ということは今はそう、いろいろ回ってるですね。アントラーズのスクール各校に行ったり、ジュニアチームに帯同したり、ジュニアユースに帯同したり、ユースに帯同したり、今日さっき見てもらった方もいると思うんですけど、幼稚園生なんかと一緒にサッカーしながら声をかけるっていうのが今やってる主な仕事です。子供たちと一緒にサッカーやるってことは勝ちに行きます。よくね、僕も何回か三尾がやってるとこ見たんですけども、ユースに混じってやったりね、だから本当豪華なんですよ。柳さんと三尾がプレーして、でユースの、ね、子たちとやる。で三尾なんかはそのユースの子たちにも負けないようにね、普通に吹っ飛ばしてますからね、ユースの子たちをね。やっぱりね、ユースの子たちにも一人でも多くこのピッチに立って皆さんの前でプレーしてほしいなと思いますし、そのためには今のままじゃダメだよって、もっと厳しいんだよっていうのを教えるために、高校生であろうと小学生であろうと真剣に一緒にサッカーに向き合って、練習してます。ってことは、じゃこれからもずっとそういう形でいろんなとこ、今どこ行ったの？スクールとかは。スクールは各10校ぐらい行って、土浦行ったり、日立行ったり、高萩、銚子行ったりっていうのを今やってます。で明日はジュニアに帯同してチビリンに行こうかなっていう予定ですね。なるほど。なのでぜひね、お子様とかいたら、スクール生スクールに入れば、三尾と一緒にプレーできることあると思いますし、ぜひね、三尾を削るぐらいのね子供が出てくるとちょうどいいよね。やっぱりそこが目標なんで、今日ピッチに立つかどうか分からないですけど、アントラーズのアカデミーの中から、鈴木優真、町田浩樹、平戸大輝、沖優也はじめ、スクールじゃないですけどジュニアユースから土井翔馬であったり、そこはたであったりね、そういう選手が実際アカデミーからトップに育っていっているんで、そういう選手を一人でも多く出せるように頑張っていきたいなというふうに個人的には思っています。やっぱそこでちゃんと曽我の名前は出すんだ、一応。俺曽我は飛ばすかなと思ったんだけど。結構真面目な場所なんだ。ね、ということでね、ぜひそこも期待していただければなと思います。で、3ヶ月経ったんだけど、 今意外とこう体型は変わらないんだね。今多い時で1日 5,6 時間サッカーしてるんで、コンディション的には非常にいいと思います。いや、俺のね、勝手な予想じゃないけど、三尾、引退してすぐ太るだろうなと。現役中もオフが1ヶ月とかあれば、ね、大体太って帰ってくるからすぐ太るんじゃないかと思ってたんだけど、多分ね、そういう三尾も見たいんじゃないかなって、多分サポーターの人とかも。どうでしょう、
あんま話聞いてない、聞いてます話聞いてる、大丈夫会場は。ありがとうございます。いやでもね、今日本当にあの連休中でまた渋滞がひどいな、ね、結構ひどい中これだけのサポーターが来てくれてるっていうのは本当にありがたいですよね。まあこのトークショーを聞きに来たわけではないと思うんだけども、ね、これはついでになんだけども、まあありがたいですよね。清水のサポーターもあれだけたくさん来てますしね、うん、嬉しい限り、まあ、天気もいいですし ね、 ですね、今日の試合、うん、勝ってくれると思うんで皆さん応援してください。やっぱりどういう試合見たい、選手に期待することとか、まあ、皆さんも見ててそうだと思うんですけど、自分自身も見ててやっぱり勝ちたい気持ちが伝わってくる、そういう試合が自分は見たいなと思うんで、皆さんの声で選手を応援してあげてほしいなと思います。なのでね、選手はねやってくれると思うので、ぜひね、サポーターの皆さんにもそういう雰囲気をね、三尾が引退するときにも言ってましたけども、ACL 決勝のような雰囲気、やっぱああいう雰囲気一番望んでんでしょ。やっぱりね、このスタジアムに一人でも多くの皆さんが入って、少しでも大きな声援いただけると選手たちは本当に頑張れると思うんで、今日多くの人来てますけど、選手は必ずいいプレーして勝ってくれると思うんで、皆さんもね一生懸命応援してあげてほしいなと思いますし、自分自身もそこにねピッチに立てるアカデミーの選手を育てようと思うんで、この中に小さい子たちもいると思うんで、ぜひアントラーズのこのピッチに立ちたいと思う人はスクールなりジュニアなりジュニアユースなり、ね、そういうところに、入って自分と一緒にプレーできるよう頑張ってほしいなと思います。聞いてます子どもたち待ってますよ。でまあ、アカデミーアドバイザーとしてはね、やっぱそういう選手を今後たくさん作っていきたいってことかな。曽ヶ畑2世をたくさん作れるように頑張ります。曽ヶ畑2世はちょっと困るけども、ね、やっぱでもそういうまずは気持ちのっていうかね、入った選手っていうのをこれからやっぱり皆さんに応援してもらいたいっていうような選手、誰よりも戦えるような選手を育てていきたいなって思ってます。まあ、第2の小笠原光をね作っていけるようにってことですか。まあ、そのタイプばっかり多くいてもね試合は成立しないんで、まあ、いろんな選手育てたいなと思ってます。まあ、簡単にどういう、こう指導をやっていくとかっていうのはあんの。まあ、その辺は今自分は勉強途中なので、ユース、ジュニア、ユース、ジュニアそれぞれ監督がいますし、スクールコーチがいるんで、ね、その人たちから勉強しながらですけど、一番は一緒にプレーして、見せるっていうのが今大事なことかなと思うんで、日々そっちの方でも自分も成長していかなきゃいけないなと思ってます。まあ、指導者、まあ、今ちょっとずつこうやってってるけども、ライセンスはじゃあ今後取っていく。個人的にはいらないかなって思ってます。自分らしく自分らしいやり方でやっていきたいなと思いますけど、必要とあれば取るかもしれないです。まだ分かんないです。まあ、でも間違いなくそこに行くといい、ね、経験というか、またそのいろんな指導者との出会いっていうのもあると思うし、また子どもたちとの出会いっていうのもあると思うんでね。まあ、新たな人生でスタートして日々勉強ですけど、まあ、自分が向かいたい先とか、向かうべき道っていうのはこれから考えたいなと思いますけど、とりあえずはアカデミーで頑張っている子たちのために一生懸命頑張りたいなと思います。まあ、アカデミーアドバイザーのその仕事っていうのはなんとなくこう皆さん分かっていただけたかなと思うんですけども、分かっていただけました。大丈夫です。ありがとうございます。これから未来のアントラーズの小笠原、第2の小笠原光雄を、ね、作っていくってことで、はい、その1日の生活みたいなとこは大体もう朝からもう一番忙しい日は5時半に行ってユースの朝練やって、午前中ユースの練習やって、昼スタッフゲームやって、午後中学生の練習やって夜から、ストライカーコース行ってみたいな、5ブレン6ブレンぐらいのことを激しい時はやります。もうじゃあもう1日もサッカーやってる感じだ。1日中サッカー、この間最高で7時間ぐらいサッカーしてましたね。膝は大丈夫なの。膝治りました昨日去年より調子いいです去年より調子いいんだ。でコンディションもバッチリです。
ね、皆さん三尾はね今そういう形でこう活動してますので、ぜひね多分いろんなところ行くのかな、今後も。だからスクールだ、また茨城県内だけでなく、まあ、ジュニアユースの会場とかにも多分顔を出してると思いますので、ぜひ見つけたら、多分不愛想な顔してますけども、不愛想な顔してるよね。してませんけど、まあ、でもまあ筑波ノルテとかもあるんで、いろいろ回りながらですけど、うん、一生懸命頑張ってますということでね、最後、もう最後になりますけども、まあ、これだけのたくさんのサポーターが来てくれてます。また、ね、最後皆さんにお別れっていうのもね、なかなかできなかったから、最後にこのサポーターに、まあ、お礼とこれからのメッセージというかね、そういうものをもらえればなと思います。今日ね、ゴールデンウィークっていう中、いろいろ行く先の候補がある中、鹿島スタジアムを選んでいただきありがとうございます。毎試合これぐらいお客さんが入ってくれるように、さらにもっともっとお客さんが入ってくれるように、そんな試合を今日の選手たちがまた見たいと思ってもらえるような試合してくれると思うので、ぜひ大きな声で応援して、皆さんの力で勝利をさせてあげてください。よろしくお願いします。ということで、短い時間でしたけども、まあ、レジェンズトークショーということで、皆さん三尾の声十分聞けました？三尾のね、もういいの？まあ、今後もね、まあ、今日ちょっと短い時間になりましたけども、今後もね、こういう、まあ、伸ばしてっていうのもありますけども、今後もねこういう機会増やしていきたいと思いますし、また内容っていうのもね、ざっくばらんな内容っていうのも、やっていきたい、なと思いますので、ぜひね、スタジアムに来ていただければと思います。これからはね、試合が始まります。ここからはもう選手に向けて大きな声援を、してほしいと思うし、一緒に戦ってね、勝ち点3取りましょう。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。